皆さんこんにちは。これからこちらに見えている 3D モデリングソフトのメタセコイアを使って雫を作ってみようと思います。早速始めます。まずはじめにメニューバーのパネルからオブジェクトパネルをクリックしてオブジェクトパネルを用意します。そしてこちらの設定ですね、こちらをクリックして、まずオブジェクトの名前を雫というふうに入力します。続いてこちらの局面制御ですね、こちらはキャットマルクラック、ここをオンにして分割数を2という数値で設定して、後の項目は特に変更しないで閉じるをクリックします。これでオブジェクトの設定は終了です。続いてですね、コマンドの基本付け、こちらをクリックして、そしてこちらのアイコンの中のここの立方体ですね、ここをクリックします。そして詳細設定、こちらはですね、今回何も変更はしないで初期設定のまま、このままで大丈夫です。そして作成をクリックしてオブジェクトを作っていきます。ではクリックします。こんな感じですね。するとですね、ビューにこんな感じでちょっと面白い形のオブジェクトが出来上がりました。ではここから今回雫をモデリングしていきたいと思います。まず高さを出したいので、こちらの上の面を上の方に押し出していきたいと思います。ちょっとですね小さくします。そしてまず上の面を選択して、次にコマンドの押し出しですね、こちらを選択して、するとサブパネルが出てきます。そして今回はこちらベベルです。ここを選択して角度を45度に、数値を設定しますね。そしてここの面をドラッグをして、ドラッグの方向はクリックをして画面に向かって右側にドラッグします。ドラッグをすると上に押し上がってくるんですけれども、45度という角度で上に押し上がっていくので、辺がある程度までいくと重なってしまうんですね。なのでその重なるちょっと手前のところでストップさせます。ではやってみます。ここを選択して、ドラッグします。上の方にですね。そしてこのぐらいまでいったところで離します。そうするとこんな形に、形状が変わるんですよね。ではコマンドの選択に戻しておいて、こんな感じです。こういう形状になりました。ちょっと面白いですよね。この押し出す分量というのは、今はだいたい感覚的にこのぐらいで大丈夫だと思います。後からいくらでも修正ができるので、雰囲気的にだいたいこういった盛り上がった状態になればいいと思います。続いてですね、こちらの下の部分、この下の部分をもう少しぽってりさせていこうと思います。それはですね、下の面をまず選択して、次にコマンドの拡大ですね、ここをクリックします。そうするとビューにこういった拡大のハンドルが出てくるんですけれども、この黄色い四角のセンターですね、これを、右側の方向にドラッグするとここの面が拡大されるんですよね。ではやってみます。この黄色いところをこんな感じで膨らませていきます。これも大体の感じで大丈夫です。もしも膨らませすぎてちょっと、縮小させたいなっていう時であれば、またセンターを今度は左側の方にドラッグします。そうするとどんどん小さくなっていくんですよね。で大きくしたければまた右の方にドラッグと、こんな感じで自由に、縮小拡大ができます。じゃあ適当にこの辺でストップします。どうでしょうか。このぐらい膨らみました。続いてこのオブジェクトをですね、全体的にもう少し縦長にしたいので、それはですね、まず選択に戻しておいて、こちらのレイアウトアイコンから全面を選択して正面から見た視点にしますね。そしてコマンドの範囲でだいたいこの辺りを選択して、次は移動です。移動でここに出てきたグリーンのハンドル、この Y 軸のハンドルを上の方にドラッグしてみます。これも大体の間隔で大丈夫だと思います。ちょっとこのぐらいにしていますね。もうちょっと上げてみます。こんな感じにしてみました。また、レイアウトアイコンから透視図を選択して透視図の視点に戻します。ちょっと見てみます。こんな感じです。こういう形状になりました。ではもう一度この下の部分を見てみますね。コマンドの選択に戻しておいて、下の部分のこの底の面を見てみます。これはですね、今底の面を真下から見ている視点になるんですけれども、一番最初にコマンドの基本図形から立方体を選択してこの、オブジェクトは作ってるので、下の面が1枚の四角形なんですよね。でこれをこれから辺を追加して、この辺ですね、今4辺あるんですけども、これを2等分して辺を追加していきたいと思います。それはですね、コマンドのエッジを使います。エッジで追加ですね、辺を追加するという意味なんですけれども、そして私はこの一辺一辺をちょうど2等分にしたいので、シフトキーを押しながらこのマウスを、辺に近づけます。そうすると自動的にこんな感じで点がつくので、ここでクリックです。そしてずっと下の反対側の方までマウスを持っていって、そのままマウスを辺に近づけるとまた点が出来が上がるので、ここでまたクリックです。すごく簡単にできるんですよね。で辺はもう必要ないので、どこか適当なところでクリックすると、エッジは消えます。これで終了ですね。で次に反対側の辺もまた同じように作っていきたいので、辺を追加したいので、シフトキーを押してマウスを辺に近づけます。そしてまずクリックします。次にここにも辺があるので、ここでまた辺を頂点を作ります。そして最後にここでまた頂点を作って、そして終了です。こんな感じで縦と横に辺を追加することができました。コマンドのエッジですね、エッジを使います。またちょっとこれ元に戻してきます。そして今度また透視図に戻してみます。こんな感じなんですよね。若干この底の部分の形状が変わりましたけれども、底自体はまだ平らなんですよね。何も変わってないんですよ。そしてこれからこの底をちょっともう少し丸みを持たせたいと思うので、ここの今作ったこの真ん中の点ありますよね。ここをまず選択します。そして今度はレイアウトアイコンから全面、こちらを選択して、これはまた正面から見た視点になりますね。そしてコマンドの移動を選択します。そうするとこれはこの黄色いセンターは先ほど選択した真ん中の頂点の意味なんですけども、これをこの Y 軸の緑の矢印を使って下の方に頂点を移動させます。そうするとこの底の面がぷっくりと盛り上がるというか、こう押し出されるんですよね。ではやってみます。ここんな感じです。ちょっとここでストップしてみます。どうでしょうか。涙の形、雫の形ですね。で、ちょっとそこのところがこんな感じで丸みがありますよね。それを表現したいので、こういった感じで頂点を押し出しました。で、もうちょっと押し出したいのであれば、もうどん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 お好みの感じで、こういった感じで押し出していくことができます。じゃあまたコマンドをまた選択に戻しておいて、また通し図に戻してみます。こんな感じですね。こういった形状になりました。すごく雫の形に近いというか、ほとんど雫の形ですよね、もうすでに。これからちょっと手直ししていきたいんですけれども、このままでも大丈夫ですけれども、私はもうちょっとシャープな形にしたいなというふうに思うので、コマンドの範囲でここの断面を選択して、そしてコマンドの拡大ですね、拡大でこのセンターを使ってちょっとすぼめてみます。このぐらいですね。そしてコマンドの移動でまたこの矢印を使ってちょっと下に落としてみます。こんな感じになりましたね。どうでしょうか。だいたいいいなっていうふうに思うので、こちらの点と辺ですね、点と辺をちょっと非表示にして見てみます。どうでしょうか。そしてこちらの表示からこの XZY 軸と、それからグリッドをちょっと非表示にして全体的に見てみたいと思います。こういった形状になりました。すごく可愛いんですよね。それではまた表示から全て表示させます。どうでしょうか。すごく簡単にこういったちょっと複雑だなっていうふうに見えるようなオブジェクトでも、ちょっとコマンドの移動ですとか拡大を使うだけで、こういう可愛い形の涙型が出来上がるんですよね。この雫の形はどんなシルエットでも完成図がとても可愛いので、楽しくモデリングできると思います。それではこれで終わります。もしよかったら何かの参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。